皆さんこんにちは。私の車のね、ワイパーの液を、ワイパーの液をなくなってます。スタートして、このワイパーをこれこうすると水が出るんですけど、今出ないんですね。でこれをなくなってる、これなくなった時に家でどうやって作れるのかを今から動画で説明していきます。作り方を見せていきたいと思います。では始めますね。まずいるのは、普通の水ですね。水道の水を、これぐらい1グラス入れます。で、アルコールですね。これアルコール、ここにアルコールですね。このアルコールをちょっと入れます。ちょっとってどれぐらい、これ半分グラス、グラス半分ぐらい入れます。これぐらいですね。アルコール、アルコール入れる理由は水にバイキンを増やさないこと。車の中に入って、タンクの中に入っててもそこからバイキンを増やさないこと。それで、これをグラスキックリーナーですね。これ。このグラスクリーナーを、アルコールと一緒。ちょっとアルコールよりもちょっと多めに入れます。さっき、ここまでだったらで、アルコールは。それより、これぐらい。これぐらいにします。じゃあ、ここに入れます。これですね。これも取ります。で、さらにバイキンを増やさないとためにこのハイターを、普通のハイターでいいです。普通のハイターは、本当に少し、本当に少し、これぐらい、これぐらいを入れます。で入れて混ぜます。で混ぜた後に、これを車のタンクの中に、タンクワイパーフルイドタンクの中に入れたら完成。じゃあ、これボネットを開けます。ボネットを開けるためにはこうして前に開けてるので、開け口はここにあります。これで上にしてこう上げます。こう上げた後にここに入れます。でワイパーのフリュールは、ワイパーの液はここにね、ここに入れないといけないです。ここにこういったエンジンがありますけど、ここに入れないといけないですね。こう開けて、これに開けますね。ここ、ワッサルフリュールオンリー。ワッサー。で、さっきの作った液はこれですね。はい、エンジン周りに、液が飛んでますけど大丈夫です、問題ないです。はい、じゃあ実際に働くのかどうか。液は終わってたんですけど、これ押しても何もならなかったんですけど、もう液は出るかどうかを確認します。はい、行きます。ここね、ここで出るかどうか。あ、出ましたね。さっきは全然出なかったけど、今全然大丈夫、ちゃんと働くようになりましたね。はい、以上でね、
駅の、作り方を学べたと思いますので、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。